皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、今日ご紹介してもいいんかなというふうに思わないではないんですが、ちょっとね、私物でね、ちょっと1台自転車の可能性を追求するという観点で、ちょっと作ってみました、車両をご紹介してまいります。エクストラサイクルですね。あそこの、リープっていうね、付け加えるタイプのあのカーゴバイクですね。それをですね、普通はですね、あんまりその、まあ、26インチとかね、あの辺の車両を前提にできているものなんで、あんまやらないと思うんですけど、20インチの折りたたみ車につけてみましたというような例がこれです。で、実を言うとですね、リーブが出てすぐの頃ですね、もう今が何年前なのかな、あの頃にですね、エクストラの方から、ターンのね、濃度 D24 っていうのがあるんですけど、あれに最初からつけた感じ、最初からエクストラのリープをつけたものを、完成車として出したことがあって、私の印象ではですね、エクストラとターンは割かしなんかあれこれあれこれ一緒にやってたなーというような頭がありまして、で、まぁ、ちょっとターンでやってみっかということでやってみたのがこれです。で、実際ですね、僕もエクストラの自転車にはもう10年近く乗っているわけなんですけど、あの荷物運んだりとかね、あの能力に関してはもうびっくりするぐらい素晴らしいというふうに思っているわけなんですが、それがやっぱ車輪がでかいのを前提にしていますのでね、どうしてもその自転車そのものがでかくなってしまうと。で、車輪を小さくね、するんであれば、せっかくなら畳めた方がいいんじゃないっていうのでやってみてるんですけど、まあその畳んだ時の収まりの良さとかね、いうふうに考えれば非常に合理的なものではないかなと思います。で、KHS の F20JJ とかね、スピードファルコとかダホンのね、で、ボードウォークとかでも実はやったことがあるんですが、今回の、リンク B8 が、まあ、ディスクブレーキが標準装備ということもあるんですけども、非常にはやっぱり一番なんかビシッと、来る感じです。やっぱそのターンとね、エクストラが、組んで一時期やっていたことがあるというのもなんか分かる仕上がりになっております。で、個人的にはですね、荷物を積んで運ぶだけではなくて、まあ願わくばね、公共交通とかに一遍乗っけてみてえなーなんて思わないではないんですけども、それがね、どうなるかちょっと分からないので、おいおいそういうのは考えていきたいなと思います。で、願わくばね、今年ソラチグルメフォンドっていうのが、一応やりますよという方向で動いているようですので、これにね、いろいろ、整備道具とか積んで、サポートライダーという形でね、僕一回もう過去2回かな、参加したことがあるんですけども、そういう形でね、積載能力のある自転車でこんだけ走りますというのをですね、証明するような何かが表現できればなと思っちゃったりするところでございます。でですね、ちょっとくれぐれもお話ししておきますとですね、こういう作業はですね、こういう所業ですね。まあ、鬼畜の所業と言ってもいいかもしれませんけども、これはですね、メーカーさんのね、その保証云々とかいうふうな、対象にはなりませんので、まあ、ちょっとやりたいっていう人の場合はですね、かなりご自身でいろいろ考えながらやっていただく必要があると思います。うちの方でもね、まあ、たまにですね、こういうのを動画上げるとですね、どうやってやったのか教えてくださいっていうような話が来るんですけども、ですね、店頭でね、現物見ながらご説明するのはいいんですけども、それ以外のことはちょっと恐ろしくて、うちも教えできませんので、そこのところはあらかじめお含み置きいただきたいなと思います。これをね、通して自転車の可能性というか、荷物も積んでいろいろ走りますと。いうようなことがね、少しでも表現できればなというふうに思っております。